こんにちは、茂木和也です。今回はこちら、歌丸クリーナーを使いまして、キッチンの IH のコンロ周りとか、こちらの整流板、この整流板を下げると油汚れがですね、たっぷり溜まっていると思いますから、そこをですね、掃除していきたいなと思います。それでこの歌丸クリーナーなんですけれども、家中お掃除これ1本と書かれてますし、用途換気扇、キッチン、レンジ周りのお掃除ということで、キッチンの油汚れの掃除にも、使えることにはなっているんですが、洗浄力はですね、正直それほど高くないと思うんですよ。その理由は液性がですね、中性なんですよね。中性と書かれてますよね。あと成分見てもらえればわかるんですけれども、成分に載っているものは界面活性剤 5% アルキルベタイン、水軟化剤、安定化剤の3つなんですよ。他にも入っているかもしれませんが、主にはこの3つということで、油汚れに働きかけるのは界面活性剤のアルキルベタインだけなんですよね。でさらにこのアルキルベタインというのは洗浄力がそこまで高い界面活性剤ではないんですよ。良性界面活性剤のグループに入ってまして、界面活性剤の中で洗浄力が高いグループといいますと、アニオンの界面活性剤なんですよね。なので安心安全ということであれば、このアルキルベタインはとても合っているんですけれども、油汚れの洗浄となるとですね、ちょっと物足りないのかなというふうに思うんですよね。それでもですね、他に油汚れに働きかける成分とかですね、あとは液性がアルカリ側に触れているのであれば、油汚れに対しての洗浄力は高くなるんですけれども、このアルキルベタインだけしかですね、ここを見る限りでは油汚れに働きかけてくれる成分がないということになりますので、特にですね、ひどい油汚れにはちょっと洗浄力が弱いのかなというふうに思うんですよ。ということで今回はですね、歌丸クリーナーの油汚れに対しての洗浄力を高める方法を使いまして、お掃除をしていきたいなと思います。それでどうやってこの歌丸クリーナーの洗浄力を高めるかと言いますと、中性の歌丸クリーナーをですね、アルカリ側にしてあげるという方法を使います。具体的にどうやってアルカリ側に持っていくかと言いますと、こちらセスキ炭酸ソーダを少し入れてですね、アルカリ度を高めようかなと思います。では洗浄液を作っていきたいんですが、作り方にはいろいろ方法があります。例えばもうここ直接ですね、トリガーを外して、ここにセスキ炭酸ソーダをですね、入れて閉めてですね、そしてこうやってしっかり溶かせばアルカリ歌丸クリーナーができるんですけれども、そうしてしまうとまだ結構残ってますから、せっかくの元のですね、中性の歌丸クリーナーがもう使えなくなっちゃいますので、今回は使う分だけ桶にですね、歌丸クリーナーを入れて、そこにですね、ちょっとですね、セスキを足して、そして桶に作った洗浄液をクロスにこうつけてですね、それで拭いていくというやり方で掃除をしていきたいなと思います。はい。でどのぐらいの量を作るかなんですけれども、今回洗うのがここの壁面と、こっち側の壁面、あとこの整流板ですね、表側と下げてですね、裏側洗っていきたいですけれども、どのぐらい使うかを先にイメージしてですね、桶に取っていく必要があるんですよね。余分に作ればそれでいいんでしょうけれども、ぴったりですね、掃除が終わったら洗浄液がなくなるぐらいの量を作りたいじゃないですか。なので先にですね、掃除をイメージして、例えばここの壁面だったら 1,2,3,4,5,6 6プッシュ、こっちも同じですよね。なので12プッシュですよね。そしてここの整流板、ここはそうですね、3プッシュぐらいにしましょうか。で裏も3プッシュなので18プッシュで、余裕を見て20プッシュ使うということで、この桶にですね、では20プッシュ入れていきますね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20、はい、20取りました。そこにですね、セスキを入れてきますが、セスキは水に薄めると pH がですね、10弱ぐらい、9.8 ぐらいなんですけれども、なのでそのぐらい上がってくれればですね、結構洗浄力高くなるのかなと思うんですが、この歌丸クリーナーの pH を試験紙で測ってみましょうか。ちょっと薄く緑の色がついた感じがしますけれども、8ですね。中性といっても弱アルカリ側の中性といった感じですね。そしてセスキをパラパラと入れます。目分量でいきます。ほんのちょっと、こんな感じ。そして混ぜます。
はい、ではもう一度 pH 上がってみましょうか。指についてる泡をつけて、はい、ご覧の通りだいぶ高まりました。10ぐらいですね。10ぐらい並べてみるとこんな感じ。8ぐらいだった元の洗浄液がセスキ炭酸ソーダを入れることによって10ぐらいまで上がったというのがお分かりになると思います。なのでアルキルベタインの良性界面活性剤の働きに加えてですね、アルカリの働きが使えるようになりますから、2つの働きで油汚れを落としてくれるということで洗浄力が高くなるということになりますね。はい、ということで掃除を始めていきたいと思うんですけれども、何を使って拭いていくかというと、おなじみですけれどもスコッティの洗って使えるペーパータオル、これにですね液を含ませてそして拭いていこうと思います。で、先ほど見てもらったんですけれども、このコンロ周りの壁面はですね、まあ、それほど汚れがついていないんですよね。だからビフォーアフターっていう形ではお見せするのがですねちょっと難しいと思いますので、まあ、掃除のやり方だけですね見ていただきたいなと。で、ここ終わってからこの上の整流板掃除するんですけれども、この整流板の内側ですね、油汚れがたっぷりついてるんですよ。なので油汚れが今回作ったウタマロクリーナの洗浄液でどの程度簡単にですね拭き上げることができるかというところをお見せできるかと思います。それと今回やってみたいのが、油汚れがたっぷりついているとしたらですね、その油汚れにですね先ほど使った pH 試験紙をですねくっつけて、油汚れの pH ってどのぐらいあるのかというところもですね今回見てみようかなと思います。では始めていきます。はい、つけてですね、はい、これで拭いていきますね。汚れがですねそれほどひどくなかったんですけれども、ご覧の通りですねしっかり拭き上げることができましたし、スルスルですね気持ちよく拭き掃除できました。では水拭きしていきますね。はい、仕上げにですねマイクロファイバークロスで空拭きします。はい、では整流板を外してみますね。はい、整流板を外しました。ご覧の通り油汚れがたっぷりついてます。はい、固まってるまではしていないんですけれども、ギトギトベタベタした油汚れがたっぷり溜まってますね。はい、今度はこれを拭いていこうと思うんですが、先ほどお伝えした通りこの油汚れの pH を測ってみましょうか。はい、では試験紙を油汚れにつけてみたいと思います。6か5、この方が近いですかね。弱酸性ということでしょうか。なので今回ですねウタマロクリーナーをセスキでアルカリ側にしたことによって、酸性側に傾いた油をですね中和して落とすという働きも生まれますよね。こういった説明ってよくするじゃないですか。私もするんですけれども、要は酸の油をですねアルカリのもので中和して落とすというお話ですよ。でこれ実はですね正しくないんですよね。本当は油汚れをアルカリの働きで喧嘩させて落とすというのが正しいんですよね。今回は酸性側でしたけれども、まあ、必ず酸ということもですね実はなかったりするんですよね。でも分かりやすく伝えるには、そういったそのじゃんけんみたいな、油汚れは酸なのでアルカリで落ちるとか、あと逆ですよね、水垢はアルカリなので酸で落とせるとか、まあそういう風に覚えると洗剤選びが失敗せずにできるということで、分かりやすくて私も含めてよく説明の時に使ったりするんですけれども、正しくは喧嘩作用ということになりますね。で水垢もですね必ず酸で落ちるかというとそうではないんですよ。酸で落ちない頑固な水垢もあるんですよね。シリカスケールといったり
しますけれども、では実際に掃除を始めていこうと思うんですが、このぐらいですねベタベタしてる場合はいきなりペーパーを使うとですね、もう速攻真っ黒になってしまってもったいないんで、まずはティッシュペーパーでですね拭き上げようかなと思います。その前にウタマロクリーナーのこのアルカリの液をですねちょっと垂らしましょうか。喧嘩作用がちゃんと働くかというところをお見せしますね。をつけて白くなればですね、白くなって混ざってますね。はい、ご覧の通り白く白濁して混ざってるじゃないですか。これはしっかり喧嘩されてるという状態ですね。ここに石鹸ができているということになりますから、その石鹸の働きも使って油汚れを落とせるということにもなりますね。この油汚れを喧嘩させるためにはですね、アルカリ度が 9.5 以上ないといけないと言われてるんですけれども、今回作ったアルカリのウタマロクリーナーは10ぐらいありましたからね。なのでこんな感じでしっかり喧嘩ができているということになりますね。では先にティッシュで拭いていきます。すごい溜まってますね。頑固というよりもただ油汚れがいっぱいついているというだけなんですけどもね。なので掃除が大変かというとそうではなさそうですね。これが固まってくるとかなり厄介なんでしょうけれども、もうたっぷり油がつきました。はい、では今度はアルカリウタマロクリーナーで拭いていきますね。この液を直接かけますね。そして洗って使えるペーパータオル。はい、次は水拭きいきます。はい、仕上げにですねマイクロファイバークロスで空拭きして終わります。はい、終わりました。あとはこっちの裏側ですね、裏側も同じように掃除して終わりなんですけれども、動画はですねここまでとさせていただきます。今回整流板を外してですね愛知コロの上に直接上げましたけれども、このやり方はお勧めしません。傷がつく原因になりますから段ボールとか敷いた方がいいですね。はい、ということで今回はアルカリ側にしたウタマロクリーナーで油汚れの掃除をしましたが、このウタマロクリーナーは家中どこでも掃除に使えてとても便利じゃないですか。ただマルチクリーナーにしている以上はやはりですね、今回のキッチンの油汚れもそうですけれども、水回りの水垢とか石鹸カス、そこにはですね専用洗剤より弱いんですよね。なので油汚れの掃除をしっかりしたいという場合はですね、今回のやり方はぜひ参考にしていただきたいですし、あと水回りの掃除するときは逆にですね酸性側に振ってやるととてもですね石鹸カスや水垢、あとトイレの場合はおしっこ臭も取れたりしてですねおすすめです。以前ですね洗面ボールとトイレ掃除をですね実際に掃除した動画をですね上げておりますので概要欄に貼っておきますね。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも